トロイラス役の山本裕介です。トロイの王子の役で、すごくまっすぐな青年を演じさせてもらうんですけど、稽古中途中でこうめげちゃいそうになっちゃう時もあったんですけど、皆川さんやスタッフの方、先輩方に支えられて、なんかここまで来れて、やっと明日から本番なので気合入れて、皆さんに素晴らしい舞台を見せられたらなと思います。本当に素晴らしい作品で、素晴らしい役で、本当に毎日幸せです。お客さんに楽しんでいただけるように。細田です。はい、アイアス役の細田です。本当にすごい素晴らしい作品と出会えたなということを伺いまして、ベテラン俳優の方々にすごく助けられた部分がたくさんありまして、とにかく全力で歌って皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思っております。ディオメデス役の塩谷俊です。本当に初めてのシェイクスピアで翻訳劇なんですけども、わからないところをちょっと皆川さんに本当に教えてもらいながら、大先輩の方々に本当に細かい指導をしていただいて、本当に明日本番っていうのはまだすごくなんか自分の中で大丈夫かなっていう部分はあるんですけども、本当に集中して臨みたいと思いますので、よろしくお願いします。僕もシェイクスピアも皆川さんも初めてなんで、緊張して稽古場に入ったんですけども、稲川さんはとても優しくて明日からの初日ですけども、まあ、全員急に上手くなったり下手になったりはしないと思うんで、とにかく怪我をしないようにお客様に、無事舞台をご覧になっていただけるように頑張りたいと思います。まあ、この暑い、あまりいいこともない、社会でですね、少しはいかがわしい、美しい、それから日本の政治のようにいい加減なことばっかりやってる将軍たちの話も含めてですね、この純愛が崩れていく様も楽しんでいただけたらいいな、まあ、ちょっと怪しい魅力も出るといいなと思ってますけど、はい、前回のじゃじゃ馬ならしで月川君と恋人役をやらさせてもらって、今回2回目で男っていう、なんだろう、意識はせず、もう本当に女性として本当にお芝居させてもらってます。そんで違和感ないです、はい、なんかやっててものすごい愛情が伝わってくるので、こっちも必死に愛さなきゃ、だから全く抵抗ないっていうか、愛してくれてる初日の本読みの時に稲川さんからして3回連続で呼ばれた時はこれが1ヶ月かと思ったんですけど、でもね、本当にだんだんも日に日にその稲川さんの人間性というか、素晴らしい本当に方なんだっていうのが本当に身に分かってきて、本当にそのダメ出し一つにしても本当その俳優のことを思っての一言っていう温かさがすごい感じられて、本当に楽しかったです、稽古。はい、もう初めてなんですけど、すごく的確に、例えば自分の声がですね、緊張してテンションが上がって半音違うっていうこととかをバシッてこうそこが違う、もう一回やるやれるまでずっとやってもらっているので、自分が何がダメだったとか、そのセリフの中で落として喋ってしまう癖があったので、それを上げてちゃんと感情入れろっていうことを何度何度も言われているので、それがやっぱりすごく勉強になっています。背は大きいし二枚目だし、古典劇も朗々とできるスケールの大きい俳優になってほしいなと思って、いや真面目な話、かなり、厳しい稽古だったと思いますね。ガンガンもう人格否定までに近い罵声が飛び交って、下方ぶりにね、ものはないなと思って、まあそれで新しい俳優群が生まれるといいなと思って、割と真面目にちゃんと古典劇もできる俳優を作りたいなと思って。いよいよ明日始まります。僕らがこう1ヶ月間稽古してきて開けてきたものをお見せしたいと思いますので、ぜひ皆さん会場の方に足をお運びください。待ってます。よろしくお願いします。